ロサンゼルス9日、日本時間10日、米大リーグ、エンゼルスからフリーエージェント、FA となっていた大谷翔平投手、29がドジャースと契約を結んだ。同日、大谷が自身のインスタグラムで公表した、主要な米メディアが伝えた契約内容は10年総額7億ドル、約1014億円。総額ではマイク・トラウト、エンゼルス、 の12年4億2650万ドル、約616億円、を超えて MLB 史上最高額。さらに、NFL チーフスのパトリック・マホームズが結んだ10年5億300万ドル、約729億円、も超えて北米プロスポーツ史上最高額に。それどころか、 世界のスポーツ史上最高額とされるサッカーアルゼンチン代表 FW リオネルメッシがバルセロナと結んだ4年5億5500万ユーロ、約860億円も突破。年俸換算では及ばないものの、世界を驚かせたメッシの破格契約をも総額で大きく上回る、歴史的な大型契約となった。